はい、皆様こんにちは。ボンバーモーゼ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日はリクエストリーディングになります。ラブ様のことです。3月の26日に三重、27日に奈良を訪問されるとのことですね。まあこのご参拝の流れを心配されている方多いかと思いますので、ラブ様のこの1泊2日のご旅行、ご参拝の流れがどうなっていくのか、はい、じゃあルノルマンカードで見ていきたいと思います。はい、行きましょう。ね、無事に、書いてこられたら、もう何の問題もなしでね。はい、じゃあ行きます。まず、過去船も出発されるということは、まあ、少なくとも3日前には決まりましたと。はい、そして、太陽。おー、アマテラス、大御神様。ね、なんかとっても待ってくれてる。じゃないでしょうか。すごいですよね。はい、そしてクマ、ものすごく絶大なパワー。やっぱりさらにご参拝されることによって、よりこう神のご加護を受けるというか、なんかすごいなと思ってます。はい、そしてアドバイスがワンちゃんはい、そして左がラブ様、右側が神様、そういう風に今日見ようかなと思ってます。はい、左がラブ様。すごい、太陽と月が出てる。まあラブ様今ね、恋愛中なのかな。すごくね、色っぽいカードなんですよね。そしてこう女性らしさとか優しさとかインスピレーションとか、そういうのがすごく高まっているって出てるので、ファーストカードの流れはね、すごくいいです。はい、そして神様たちはい、ライダー早くおいでと言っているのかなと。はい、結論です。あ、リング、あ、問題ないんじゃないかな。素晴らしいカードが出ました。神様とラブ様がきちんと約束ができる、そういう風に出ています。じゃあ、あと1枚ずつ出していきます。はい、おー、すごい、船と星。まずね、ここの段階何の問題もないです。そして現状、お、棺桶出たんだけど、もしかしたら旅のいわゆる1日目、少しお疲れになったりとか、1泊目の宿が少し眠りにくかったりっていうのがあるかもしれないんだけど、でも大幸運の子、太陽と一緒に出てるから、この棺桶は、まあ、こうしっかり眠れる、眠りやすくなる、疲れを取れるっていう風にとってもいいかなと思っています。そしてクマとネズミ、あ、ここでクマとネズミか。ここはね、ちょっとだけ心配。というのも、クマって、まあ、パワーとかそういうものを表すんだけれども、これがまずお皿じゃなかったらいいなと思っていて、なんかお皿がラブ様のこうストレスになるようなことをあえて与えたりとかすると嫌だなっていうふうに思っています。そして2つ目思うことが、まあやっぱどうしてもこう地方とか行くと食べ物とか美味しいですよね。それでなんかこう、もしかしたら暴飲暴食しすぎちゃうかもしれないっていうところの、なんかこう気をつけてくださいねっていう、そういう感じかな。なので、もちろんね、ラブ様を
お守りされる方は、もうもちろんもう四六時中48時間ずっとずっと守ってくださっているかと思うんですけれども、なんかこう見えない意地悪っていうんですか、お皿が、そういうことをなんかしでかす可能性があって、やはりそういう繊細な部分を感じてしまうラブ様がもしかしたらいるかもしれないっていうところがちょっとだけ気になりました。はい、そしてアドバイス、ワンちゃんと、お、今度は男の人だ、あー誰でしょうかねえ、なんかこう、まあもちろん今回一緒に、まあ、もし例えば仲のいい方とかお付き合いされている方とかいたとしてもね、もちろん一緒には行かれないと思うんだけれども、ぜひなんかね、こうこの公務中にもこう電話とか連絡とか取り合いながら励ましてもらうのがいいのかなって思ったりしています。とても微笑ましいカードが出てますね。はい、そしてラブ様のところが、運付きといいえ、うん、やっぱりね、こうね、やっぱり無事に帰れるし、やっぱりこう家が一番みたいな、そういう感じになるかと思います。そして神様、うんね、ごめんなさい、気持ちが、あ、はい、今回、神様はラブ様に対して2つの扉をのチャンスを与えますというふうに言っていて、今私が思ったのが、一つが就職、まあ就職ね決まってらっしゃるんだけれども、あとやっぱりこう留学のことをなんか今回扉として神様が用意してくれるのかなっていう感じがするので、留学への扉が開かれる可能性が大いにあるかもしれません。やっぱりこう次のステージにね、こう行って、じゃあどうするかいみたいな、そういうこう優しい神様のような気がしています。はい、そして結論です。はい、リングとハート、なんかこれ結婚恋愛すごいぞなんかね、こう結婚の婚約のご報告ですとかね、なんかこう好きな人がいますとか、なんかそういうことも神様にもしかしたらお伝えするのかもしれません。っていうのもね、本当に色っぽいカードがものすごく多いんですよ。本当に多くて、ああまあ素晴らしいです。で、皆様が心配されているこのご旅行中に何か起こるのかっていうこと、それは表立ってはないです。表立ってはないんだけど、お皿ってこう目に見えない意地悪をするじゃない。そこがなんかこうありそうな気がして、そこだけは私も胸が痛いなっていうふうに思うんですけれども、結果全く問題がありませんし、なんかこのどなたかのこのお相手様との関係も距離が縮まっていくような感じがするのでいいかと思っています。はい、以上です。これが本日のリーディングです。